チームとしても右肩上がりになってるな。昇格争いに加わりそうなヴァンフォーレ、残り7試合に期待です。こんばんは。こんばんは。9月24日水曜日のワイドニュースです。まずはコマーシャルの後は特集です。特集はサッカー J2 ヴァンフォーレ甲府、 J1 入れ替え戦への指定席、3位の背中が少しずつ見え始めてきました。ヴァンフォーレ甲府の残り7戦の展望です。さて、サッカー J2 のヴァンフォーレ甲府、 J1 昇格のためには1試合も落とせない中、昨夜のホームゲームは4対0の完勝でした。その戦いぶりは奇跡の昇格に大きな期待が持てる充実の内容でした。スタジアムに雰囲気が良くて、歌を歌ってくれるサポーターがたくさんいて、クラブとしてすごいクラブだなと思いながら見ていたんで、本当そういうものがグランドに出たんじゃないかと思います。サポーターの思い、それに応えたい選手の思いが高校に身を結ぶ。前半9分、サーレスから大西、こぼれ球をマラニョンが拾い、最後は大西、自慢の3トップで先制に成功する。前半はその後追加点を挙げられなかったが、選手たちには一つの確信が。後半相手をしてくるのが分かっていたので、自分たちの攻撃で、追加点を取れると思っていたので、その辺は、予定通りというか。予定通り。後半はヴァンフォーレのゴールショー。10分、サーレスが左サイドを抜け出し、マラニョンが押し込んで2対0。さらに3分後、山本のロングボールから大西が絶妙のトラップ、そして豪快なシュート、3対0に突き放すと、後半26分、ロングボールをマラニョンが追いかけ、相手ディフェンダーを2人抜き去る。ゴールキーパーと交錯するが、こぼれたところをサーレスが押し込み、3トップ揃い踏み。攻めの部分が本当に何回も自分のところに来るかどうか分かんないんだけど、競争するようにエリアの中にみんな飛び込んできて、逆に守りの部分の体だったり枠だったり、本当に何気ないワンツーに対してしっかりついていくから、岐阜さんのスピードも上がっていかなかったし、弾いたボールは中盤3枚がしっかりとボール拾ってるんで、攻撃につながっている。華やかな得点シーンの裏に隠れがちな選手個々のひたむきな守備。4対0の完勝は攻守ががっちりと噛み合うヴァンフォーレらしいサッカーの集大成だった。次節からはいよいよ上位陣との直接対決2連戦。自分たちのサッカーでこの2試合を制し、奇跡の昇格劇を手繰り寄せろ。勝つっていうことが今は本当一番大事なんで、その点では本当にいい結果が出て、チームとしても右肩上がりになってるなとは思ってます、はい。昨日私は後半から見てたんですが、はい、もう気持ちがスカッとするような素晴らしい勝利でした。ではここでですね、順位表を見てみましょう。このようになっております。ヴァンフォーレ甲府、一時はですね、12、6月は低迷していたんですが、先月から9試合負けがありません。で、順位はこのように7位とヴァンフォーレになりました。3位との勝ち点差、J1 昇格のチャンスがある3位との勝ち点差なんですが、ヴァンフォーレ51に対しまして58ってことは7ですね、はい、はい。そしてその上、山形2位にいます。こちらとの差を比べると8ですよ。差が縮まってきましたね。この昇格レースもだいぶ混沌としてきました。まだまだチャンスが十分にあるわ。そしてこちらです。はい。でこれからの対戦、ヴァンフォーレ甲府とっても大切になります。そして見てみますとですね、次が湘南、で仙台、実はこれ4位と3位との対戦なんですね。ここで勝たないとという試合にヴァンフォーレ甲府になります。アウェーホームと続くわけですが、湘南と仙台は1試合少ないので、ヴァンフォーレよりもこれ勝ち点差を縮めておくことが必須となります。
まさにここで勝たないと上位浮上というのが大変難しくなってくるわけなんですが、昨日もホーム越生には1万人以上のサポーターが入りました、はい、サポーターも私たちも諦めてはいませんので、この応援の声を選手たちに届けていきたいですね。そうですね、奇跡を信じましょう。ヴァンフォーレ甲府お伝えいたしました。